本日の聖書箇所、ローマ人への手紙8章18節から25節。一応ここに書いてあるので、目で追っていただいても結構です。皆さんこと、声を出して読んでいただいても結構です。では読まさせていただきます。18節。今の時のいろいろの苦しみは、将来私たちに啓示されるようとしている栄光に比べれば取るに足りないものと私は考えます。19、被造物も切実な思いで神の子供たちの現れを待ち望んでいるのです。20、それは被造物が虚無に服したのが自分の意思ではなく服従させた方によるものであって望みがあるからです。21、被造物自体も滅びの束縛から解放され神の子供たちの栄光の自由の中に入れられます。22、私たちは被造物全体が今に至るまで共にうめき共に生みの苦しみをしていることを知っています。23、そればかりでなく御霊の発砲をいただいている私たち自身も心の中でうめきながら子にしていただくこと、すなわち私たちの体のあがられることを待ち望んでいます。24、私たちはこの望みによって救われているのです。目に見える望みは望みではありません。誰でも目で見ていることをどうしてさらに望むのでしょう。25、もしまだ見ていないものを望んでいるのなら私たちは忍耐をもって熱心に待ちます。という今日の聖句を、宮田先生の方から、メッセージしていただきます。すみません、スタンドお願いします。